とどこかにポーションの材料となる薬草があるんだな。赤い花咲いてるはず。どこ？ねえねえ、ここの景色とっても綺麗だよ。遠くまで見渡せるし、風も気持ちいい。そんなに感激するような場所か？そっか、ミルドレッドはこの近くの出身だったっけ？私は東の森出身だからさ、こんなに開けた草原って見たことないんだよね。セラフィーナ、喜んでる。だって私、あれ？あそこにある花、もしかして。まさか、もう見つけたのか？任せて。こう見えてもフィールドワークは大得意なの。セラフィーナ、目ざとい。みんな、警戒を緩めるな。ほら、やっぱりそうだ。赤い花の薬草だよ。すごい、本当にあった。これ、私が取ってもいい？どうぞ。でも慎重にね。取るときは丁寧に根元を折るようにして。二人とも待て。うん？出たぞ、モンスターだ。こちらを見ているぞ。マナシさん、カッコのくらえ、とどめだ。あたりか、見えた。疲れたら休憩するとしよう。これは薬になるのか？警戒されているな。とどめだ！見えた！飛んでけー！はっ！やっ！飛んで！はっ！くらえ！なかなか私たちの勝ちだ！この先はどうなっているのだろう。薬草はこれくらい。いい感じ。そうだね、この景色はちょっと名残惜しいけど。ああ、もう少し腕試しもしたいところだが、依頼を優先すべきだな。よし、帰ろう。あ、私、
そう言ってく、うん、はい。いいぞ。いつの間にか戦室にちょっと今なる。予想外も予想外だな。こんなに早く復活すると。ようやく鍵を見つけたというの。バカみたいな量のマナの放出、一体を吹き飛ばす算段か。禁じ手だがしょうがないな。この私の全力全開をぶつけてやる。覚悟しろ魔王。
大丈夫だ。ありったけのマナを使っただけだ。それよりちょうどよかった。他の教師に知らせてくれ。魔王は倒したと。え、魔王？私はもうダメかもしれない。あとは頼んだぞ。ちょっと、気をしっかり。これは…空から舞い降りた大人のお姉さんがお子様になっただと？説明プリーズ。そんなの私が教えてほしいくらいだよー。